キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで快晴でございますね。こちらはドランっていうことですけど、皆さんのお宅はいかがでしょうか。昨日はなんか結構雨が降ったとかなんとか言ったり言ってなかったりしてましたしね。はーん、こちらの方は結構快晴でございますね。はい、場所によって違うんでしょうかね。昨日はバンクシャの吉野さんは息子さんの、あれ中学生でいいんですかね、はい、あれは体育祭、運動会、なんて呼ぶんでしょうか。なんなんでしょうね。中学校の時までは、ね、運動会って言ったんですけど、高校になったらなんか体育祭とかいう名前になってましたよね。はい、大学はもちろんないですけどね。はい、大学はの学園祭とかですかね。はい、なってますよね。でも高校も学園祭ってあったっすかね。うちは男子校だったんで、まあ私もう、なんかスポーツやってたからですね。まあそういうのには一切、関わってないです。応援団も関わってないです。普通はね、学校終わってから練習って言って、なんか残ってね、なんか生きたやつが、あ、やめろ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 、でも死ねって感じですね。そういう時しか生きらんやつってやつね。はい、はいはいって。まあ、ちょっと右寄らんけよとかでね、うるせえわって感じで。はたから見てたらね、それには加わってないんですけどね。あ、かわいそうやなーと。もういかにもなんか言われそうやなーっていう、ね、子がこう言われてるの見ると、悔しい悔しい、やれやれとかっていつも思うんですけどね。体育祭のその応援団ですかね。やっぱ学ランをちょっとこう、でもどうだったかな、高校の時は、まあ、そこまで派手な学ラン着てなかったですね、私たち。まあ、応援団っていう名称で、ね、なんかすごいこう、生きた感じの雰囲気の人たちやったんですけど、まあ、その、体育祭になった時に、最後に、一般の、その、男子校ですからね、一般の観客、見に来てくれてるね、女子高生がおるわけですよ。で、その、女子高生と一緒に、ダンスを踊るっていう、なんかもうね、恒例のやつあったんですよ。で、うちのスポーツ、こう前話しましたかね、前のまあ、もう一回話しますね。で、それで、結局、うちのスポーツの同級が、もう、自分と含めて2人しかいなかったんですよ。で、たまたま自分がもう、最後の年なんで、その体育祭で、パキポキさん、もうパキポキにしときますね、パキポキ先輩、ね、相手見つかったんですかって、もう朝声かけとけんね、ばっちりばいとか言ったら、すげえ、いいっすねって、ね、もう一緒のやつはって言ったら、いや、もうなんか部室で、もう、待っとくとかって言ったんですって。なんやもう、とか言って。っていうような流れだったんですけど。じゃあ、この続きはまた後で。はい。パキポキさんのぼやき。はい、パキポキさんのぼやき、続きですということで。ちょっと曇り？これなんか雨雲がなんかブワーっと来たですね。なんか熱い雨雲がなんか来てますね。はい。しかし晴れ間が見えてるという変な天気でございます。暑くはないんかな？寒くもないんかなっていうのがちょうどいいんじゃないですか？今ね、過ごしやすい、時期ではないでしょうかと思いますね。昨日の夜ですね、なんかちょっとこう、窓際マダガスカル、窓際に置いてある、植物たちを見てたんですけど、魔界遠征って言ってですね、パキポキなんですけど、熊本の、結局ご主人様、まあ、友達なんですけど、から、もらった、もうほんと小指の第一関節ぐらいしかない、それよりも細いかなっていうのは魔界遠征を、ちょっともうこれも何年もこれ変わらんからお前にやるわ言ってもらったやつがあるんですよ。
で、それが今年の夏、ちょっと葉っぱはね、2、3枚こうパッパッと出すんで、じゃあちょっとカットしようかと思って、葉っぱを真ん中ぐらいに、ね、こうパンパンパンと3つ、3枚ぐらい出たかな。うん、それをカットしたんです。うん、そしたら、太くなりました。うん。やっぱなんかこう、葉っぱに養分がいってて、結局体にこう、いかなかったっていう話なのかな、とかと思って。はい、あ。で、それで、まあ、もう時期も時期なんで、もう家に取り込もうか、と。で、家に取り込んで、で、窓際マダガスカルのところ、ね、置いてあったんですけど、昨日かな、昨日、なんか1枚だけ長、細長い葉っぱ、ビヨーンってこう出てたんですよ。はい、あ。全然やる気やん、こいつという感じで。はい、あ。まだ動いてたんですね。はい、あ。秋時計もよくわかるんですよね。なんかもう紅葉しだしたらもう動かんしょって感じがするんですけど。動くね。はい、あ。まあそんな感じですね。はい。じゃあ、先ほどの、話の続きですね。はい。まあまあ、私が高校時代に、体育祭で、もう3年最後っていう時になると、一般の、観客の女子校の、まあ女子校じゃなくてもいいですけどね、女の子たちと、フォークダンスみたいなのを踊るっていう儀式というか、ね、イベントがあったんですけど、で、それで、うちの、同期は、もう探してないっていうので、部室に、なんか、まあ、隠れるじゃないですけど、逃げる。はい。で、私は、もう朝から声かけて、お願いしますねって、昼になったらここ来てくださいねっていう風に、松葉をつけていたんですが、さあ、フォークダンスの、時、ね、見つけました、その人。ああ、じゃあ行きましょうかって言ったら、ごめんなさいって、何ですか他の方と、踊ろうと思いますって言って、パッと見たら、来た応援だよね、行けって言ってね、応援団が、それをかっさらっていったという、クソ女やったっていう話ですね。はい。よかったよ。もう、俺は応援団でも何でもないからよ。ごめんよって。さあ困った。どうする？あがくか。どうするか。このまま、ね、もう一人の、同じやつと一緒に物質に困るか、いやそれはいかん、これは松代まで語られることになってしまうぞということで、意地でも絶対誰か探そうと思って、もう手当たり次第手当たり次第わーと言って、まあそれなりの人がまあまあね、まあ必死になれば なんかね、なるもんだよなっていう経験をした高校3年の、体育祭だったですね。はい。で、そこの私が高校に入ってた、ね、高校の時に入ってたの、寮ですかね。それの寮母さんが、あー、バキバキくん、バキバキくんとか言って、写真撮ろうねーとか言って、うわ、マジかよーと思って、カシャッと1枚撮ってもらったんですが、その、現像にね、出た時の顔が、まあ、引きつってる私の顔は、はあ、笑ってないというね、はあ、まあ、それもすごく記憶に刻まれた思い出でございました。はい、そんな感じですね。さて、明日は月曜日ですね。はい、まあもう、今日で15日、もうちょうど月半ばですね。さあ、この1週間で、また演芸やろうぜモードが入ってくるんじゃなかろうかと思うんですけど、まあ、その前に今日も、京都の方ではトゲアさん、アキラさんが、イベントをなんかされてるみたいですよ。いいですよね。なんかそんな感じで、あれ雨降り出したね。ちょっとパラパラ降り出してきましたね、こちらね。そんな感じ。まあ来週末は岡山雨が降らなかったらいいけどなとかって思うんですけどですね。まあ皆さんも楽しみにされてるかと思うんですけど、岡山県赤谷市熊山英国亭イングラスハウスにて、21日22日両日で行われます、演芸やろうぜ秋の陣です。わーパチ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 。はい、今年最後のビッグイベントということなので、ね、笑いあり、歌は歌うかわかりませんが、まあ、気合入ったパンチが、ね、もう、
叫びまくると思うんですけどですね、もうガンガン楽しんでいただければと、植物、再生備前とかの鉢、植物結構すごいなんか集まりそうですよ。で結構お値打ちみたいなので、こう園芸やるぜいいよってやっぱ皆さん言われてますもんね。私はもう手をこうね、写真ではあるんですけど、渡してますんで、缶バッジも、吉野さん、仕入れておりますので、そこら辺も、チャンスがあれば、いただけるのかな、いただけるかもよそんな感じですね。さて、とりあえずは1週間ですよ。来週1週間乗り切りましょうやということで、今日までお休みだったですね。はい、ということなので、今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。 Take it easy。太陽が燃えている。